猫肉球チャンネルです、おはようございます。こんにちは、こんばんは。本日向かっておりますのは、これは稲川の土手沿い、稲川から降りた小川沿い、これを南下しております。今日向かいますところは、買い物ですけれども、日本橋、日本橋は日本橋といえども、大阪の、そこはどこ、昔でいう南区ですね。今でいう、中央区の南側、まあ、難波の付近ですね。難波から、東側の位置する、通天閣がある、ところよりかは、上の何枠ですね。はい、中央区ではないです。中央区の下の、昔で言う中央区で言ったら昔で言う南区ですね。はい、中央区の南側にあります何和区ですね。何和区の方に、今日は、電子パーツを、工作するための、電子パーツを買いに、天国通商というお店に行きます。日本橋は、その電子パーツというところですね。はい、お、名鉄運輸、この運転手マナーがいいですね。ちゃんと試作呼吸しまして、左よし、右よしと、直進よしと。ね、ああいう模範なドライバー、僕好きですね。東京で言ったら、秋葉原みたいなところでしょうか。まあ、僕自身、秋葉原は、テレビ、マスコミ、メディア、そういったもので、おなじみの、ご存知の場所なんですけれども、大阪は日本橋で言ったら、通称電線タウンですね。堺筋線沿いにあります電線タウンです。土日なんかは、祝日土日は大変賑わっております。これは昔から変わりません。若い時はね、よく家電品とか、エアコン、はい、エアコンとかね、家電品でもエアコン、エアコンの、室内機、室外機、配管、まあ部材一式ですよね。はい、自分で、買いまして、自分で取り付けたという経緯がありますけれども、まあ、当時、量販店で買うと、やっぱり、別途3万円も4万円も、割高になっちゃいますんでね、1階だろうが、2階だろうが、エアコンは自分で取り付けておりました。あとはね、
当時は、コンポですね。音楽聴くためのコンポ、CD プレイヤーね。CD プレイヤー、アンプ、あとイコライザー、スピーカー単体ですね。そういった、ものを当時としては流行っていた、そういった音楽関係の機材をですね、日本橋へね、何も買い物しなくても見に行っていたというのでね、まあそれだけでもウィンドウショッピングは楽しかったという時代がありました。まああとは何でしょうか、何ぞや、まあ今の時代、まあ僕の今のこの年、30年ぐらい経ってから以上ですね、30年ぐらいかな。まあ音楽関係はまあ卒業したということでね、とりあえずはもう電電タウンに行きますとね、まあスマホですか、スマートフォン、まあ買いもしませんけれども、スマートフォンの、電電タウンのね、あれは栄筋線からすると一本西隣ですね。はい、西隣の裏手にね、まあメイド喫茶とかそういった、あとは中古扱いとか、そういった表ではあまり売られてないような、レア物とか、あ、いやレア物は表にもあったかな。とりあえず中古のお店で、携帯ショップ、今はスマートフォン扱っている、ね、ソフマップさんとかそういった、ものが僕が知っていた限りでは、そういったねものがあるので、ただ見るだけでもね結構楽しかったということで、はい、大阪ね、今淀川を渡っております。ここが大阪中心地です。ここのね、大阪府大阪市、は、自転車でもね、最短で、最短でですね、50分もかからんかったかな。はい、今正面見えてますのが梅田にあります。大阪、大阪、あれ吉本の2ちゃんではないのか。ここ淀橋ですね。
ここが、このちょうど上が大阪駅の、まあ、ガードになります。左が阪急、右が大阪駅、 JR 大阪駅ですね。はい、ね、左これ阪急百貨店で、正面が阪神百貨店です。はい、御堂筋線を降りております。難波方面に降りております。あ、はいはい、で日本橋で、日本橋のデンデンタウン、今日はね、天国通商さんの方で買い物、に行くわけなんですけれど、まあここから15分ぐらいまでのところにあるんですけどね、自転車でもね、あの日本橋、はい、1時間あったら来れます。ヨドバシまでが僕の家から最短で今45分から50分かかって、そこから先10分から15分先がデンデンタウンに、着きますのでね、はい、デンデンタウンは2回ぐらい自転車で通ったことあります。はい、で、デンデンタウンの、栄筋線にあるデンデンタウンの東隣にありますね、まあワンブロック東側の筋ね、そこに戦国通商さん、まああと他丸越さんやったかな、あとちょこちょこっと電子パーツの専門店があるんですけれどね、まあ僕が大体行ってるところは戦国通商千人医師に、通じる、商売の商で戦国通商さんね、Amazon でね送料等が別途2000円以上買わなければ送料がかかるということであればね、あのこういった PCX とかのそういった短期等で走った方がね、安いので、はい、結局何を買いに来たかと言いますとね、まあ、物があると思うんですけども、僕が、持っておりますデイビーさんのアクションカムである EX5000Wi-Fi の、あれにはね外部マイクが取り付けられないんですよね。ですので外部マイクを取り付けるための、最近 YouTube で動画がアップされておりましたんで、ということでね、あ、これは SJ4000 となんだ変わらんわということでね、はい、その SJ4000 に付けられている中に組んでいるジャックとか、あるいは100均で、まあ、コンデンサーマイクやね。あ、コンデンサーマイク自体もバラで売ってますね、そういえば。100均に行かなくても。多分、全く100円もしなかったと思うんだけど、ちょっと見ないとわかりませんけどね。とりあえず、物が電子パーツ安いのでね。ここね、御堂筋八番町。私事なんですけれどね、結婚23周年を、結婚22周年を迎える、ことができまして、ここの、地下1階のところの、鹿児島のね、鹿児島県産の牛の、まあ、牛とかそういった豚料理やね、はい、そこでご馳走になりました。
まあ吉本興業の お笑いのね、吉本新喜劇を見てから、今のお店ねに行きまして、一緒に、夫婦で、夫婦で祝いをしたということで、添え物帳をしまして、はい、グリコですね、引っ掛け橋、はい、ここが難波交差点ですね。はい、ちょうどこの上が、堺筋、堺の方に行く阪神高速ね、はい、というかこれ環状線のね、阪神高速環状線のちょうど南手の道路にも当たりますね。はい、はい、はい、結局ね、SJ4000 に同じ、SJ4000 の取り付けております外部マイク化させるためのパーツですね。これも、デイリーパワーの EX5000 で使えることが分かりまして、いろいろな、YouTuber さんから、お聞きした上で再確認した上でですね、はい、買っても大丈夫だということでですね、向かっておるということです。はい、ここが日本橋一丁目の交差点。これが、ここが千日前通りと、横が栄筋線に当たります。あっち方向からこっち方向ね、が栄筋線に当たりまして、電電タウンがあっち方向にあります。あっち方向。まあとりあえずはね、千日前通りから、松山地筋ね、ここをね、はい、下寺町の交差点、ここをね、右折、南に向かうと天王寺公園のどんつきに当たります。おいおい、何しんのこの人。右折ラインを直進したいのか、ウインカー今出した、まあ一応こう言っときますが、ここの松山町筋線っていうのは人形の町でもあります。人形が、売られておる、あるいは、花火のシーズンになったら花火ね、はい、まあ玩具系ですね、それらに賑わっております。まあ人形筋であります。北側ですね。でこの南側は何があるかというと、天王寺、動物園までの行くまでのところね、この筋なんですけど、同じ松屋町筋、バイク通りというのか、はい、バイクのお店がいっぱいあります。もう両サイドね、両サイド、新車、中古車、いろいろ預かっております、個人のバイク屋さんがいっぱいあります。今僕がここ信号ね、ここ、あ、今ちょっと正面向かっております、あれね、安倍のハルカスです。はい、日本一高いというか、はい、日本一はね、商業ビル、はい、
僕はまだ行ったことないんですけれどね。安倍のハルカスね、はい。新梅田、スカイビルだったか、新梅田シティだったか、スカイビルかな、だったらば上の空中庭園まで上がったことあるんですけどね、まだ安倍のハルカスのビル自体上がったことないので、はい。でですね、ここの学園坂を、右折しまして、まだちょっと西に向かうわけなんですけれど、はい。で、ここが阪神高速の夕日が丘入り口、出入り口やね、はい。まあ、昔は車で、はい。バイク乗ってなかったからね、はい。車でよく阪神高速を使っては、ここの夕日が丘。豊中南から乗って、阪神高速は、ここの夕日が丘で出たと。いうことでね。で、電電タウンにしょっちゅうしょっちゅう行っていったということです。はい。まあ、もうここが今ね、はい、もうこの辺が電電タウンに当たりますので、はい。もうこの辺一帯ですね、電電タウンに当たります。ということでですね、もう戦国通商さん近くになりましたんで、はい。これから、まあ、物を物色してね、はい、物があれば買いたいと思います。はい、これでね、もう戦国通商さん近く来ましたんで、はい。はい、それでは皆さん、猫Qチャンネルありがとうございました。それでは、さよなら。